お食事をお持ちしました。ドクター？おはようございます。何かお疲れのご様子ですね。そういえば、そろそろ1週間ですね。私もそうでした。わけもない不安と焦燥。ちょうど最初の1週間が過ぎた頃です。睡眠不足がひどくて、精神的にかなり落ち込みました。でもちょっとしたきっかけですぐに慣れました。1日だけお休みをいただいて、ずっとぼんやりしてたんです。海を見たり、森を散歩したり。今から思えば、自分の中の時間とこの島の時間が、その一日で折り合いがついたんだと思います。次の日からはあまり辛くなくなりました。あんなにもうダメって思ったのに。不思議ですね、人間の心って。ドクターも一日くらい羽目を外してみたらどうでしょう。言われてみればそうですね。では朝食の支度をいたします。ナポリ風パスタをご用意しました。ミレイに聞いたら、これが一番日本でメジャーなイタリア料理とのことでしたので。お召し上がりください。どうしました？変なドクター。
ください。心臓が止まりそうでした。
Thank you.
をつけてください。知らない人です。お運びします。早く私に。お前たちそこを動くな。動かなければそいつは何もしない。いいな、動くんじゃないぞ。少し待ってろ。立てるか。ならばさっさと屋敷へ戻れ。
ねぐらに帰る。いや、いい。俺はこの先の町に住んでる。さっきのやつも町の住人の一人だ。俺はやつを連れ戻しに来た。やつら普段は出歩く、いや町から出ることなどないのだがな、あるいは何かの予兆を。お前たち、帰ったらテオに伝えろ。テオ・パドリーノだ。主は忌まわしい全てのことをお前に報いるだろう。俺は見届ける。お前が裁きの座に引き出されるのを。あの人、話だけは。ずっと前から町に住み着いてる人がいるって。私もよく知らないんですが、島の外から流れてきた人だとか。西側に行くのは禁じられてるので、詳しいことは分かりません。でもさっきはあの人が来てくれなかったら。私たち襲われたんでしょう。そうですね。のいちご全部落としちゃった。あんなにいっぱい取ってきたのに。はい、ジャムが切れちゃって。森にはいっぱいあるって聞いたから。ごめんなさい。私
私が、さっきまで何ともなかったのに。足首のあたりです。この辺が、あ、痛い。最初に転んだ時でしょうか。そんな、でも、あの、私、ドクターにそんなこと、とても。本当によろしいんでしょうか。私、重いですよ。じゃあ、あの、失礼します。ないです。
用しました。本当にあるんだなって、なんかドラマみたいだったから。いいえ、本当です。本気で叱られたことなんて今まで一度も。私の父は優しいけど優しすぎる人なんです。あ、すみません、変な話しちゃって。大丈夫です。痛みません。暖かいです。ポカポカしてます。私もう寝ちゃってますから。寝言です。はい、ありがとうございました。
会長のお孫さんです。可愛らしいお方ですよ。申し訳ありませんが、電話の場所は秘密です。お料理が冷めてしまいますからね。ドクター、起きてる？寝ちゃったかな？ドクター。